ういえばそこの柱時計なんだがね、どうも調子が悪いと思っていたらついに動かなくなってしまった。修理を呼ばなくてはな。代々伝わってきたものだし、買い替える気にはならんからな。早く直してもらうことにしよう。見せていただいても構わないだろうか。それと工具があればお借りしたいのだが。もちろんですとも。これはありがたい。どれ、お手並み拝見といきましょうか。素晴らしい。時計が生き返った。すごい。みるみるうちに治っちゃいました。お上手なんですね。あ、機械をいじるのは慣れているからな。やはりこれの音はいい。レイチェルさん、本当に助かったよ。ありがとう。
面白いでしょ。でもあんなに面白い子供たちはいなかったわ。それがまた可愛くて。
くなよ。動いてはならんぞ。いや、すまん。今のは間違いだ。もう一度やり直させてほしい。いや、痛くはない。むしろいい気分になる。というのは、多分に私の願望が混ざっているわけだが、そのとにかく黙って目を閉じるんだ。としたら謝る。忘れてくれ。君の気持ちを考えずに軽率な考えだったな。そうか。そうだろ。なんだ、感謝したいわけだ。いや、これはさっきも言ったことか。ベジルさんも一緒？って、なんて顔してんの？無論だ。何それ、月夜
したの？安全な場所へ。私は今まで一人で戦ってきた。これからだって何とかしてみせる。さあ。している。私が気になるなら、ひふみを置いて戻ってきてくれればそれで済んだ。
腕にこいつらを踏み込ませはせん。だがもはやそうも言っていられないようだ。指示をくれ。バカ者、前に出るな。というのがわからないのか。私の言うことを聞いてくれ。
こんなことができるなら、どうして初めからそう言ってくれなかった？隠す必要がどこにある？人が悪いにも程がある。あれは達人の動きだったぞ。とぼけないでくれ。修練も積まずにあんなことができてたまるか。君が天部の才を持って生まれたというなら話はまた別だが。本当に覚えがないのか？分かった。そう怒鳴るな。納得しよう。しかしそうなると興味深いな。焦るな。まずは一二三の方が先だろう。分かってくれ。